DeNA がたらい、大谷をパクってとんでもないことをやらかす。横浜 DeNA ベイスターズの新人がたらいは2戦目で1本塁打を含む4安打猛打者の大活躍を見せた。さらにセリーグ新人初の開幕戦に試合連続本塁打という記録も生み出した。そんな都会は第4打席のセンターに綺麗に放ったシングルヒットの後、ドジャースの大谷翔平を匂わせた。一塁上に進んだ渡来は DeNA のコーチに対してヘルメットをコツンとするような仕草を見せた。これはドジャースで大谷が一塁上でたびたび披露しているヘルメットセレブレーション、ヘッドバンプを意識したものだろうか。若干控えめやな。そりゃ新人が2試合目くらいでやりすぎたらあかんやろ。ヘッドバンプってコーチ提案だよな。せや、マッカロー一塁コーチ、一塁に出たら何かしないと、俺たちにも何か必要だよな。だってしょっちゅう一塁に出塁する可能性があるんだから。別に一塁に出塁したくらいで何もしなくていい。なるほど、コーチからの提案なら納得。正直大谷提案ならちょっと寒いと思ってた。本家はこれくらい激しくやっとるな。大谷じゃなきゃ報復受けてるやろ。渡来って体そんなでふくないけど、ホームランの飛距離すごいな。マキレベルの新人なんてあと10年は出ないかもと思ってたら、また生えてきて無限にポジれるわ。渡来で感覚狂ってるけど、石神も12分に活躍してるし、ファームでは井上も大暴れだし、ルーキー頼もしすぎますね。マキレベルというかイチローレベルじゃね。普通にトリプルスリーって4番奪いそう。地元の横浜高校卒業、地元企業エネオス出身、正式入団前にレジェンドマッチに出場し、オープン戦首位打者、開幕2戦連続弾、底抜けの明るい性格と礼儀正しさ、そりゃみんな注目しちゃうでしょ。すでにスーパースターだよ。もう牧を超えてるよ。ルーキーが開幕戦大活躍、翌日報復支給受けた直後に盗塁、4打数4安打1本塁打、漫画の世界。あれ報復支給だったん？采配に情が入ってしまうくらい優しいことで有名な新井監督が報復支給をするわけがない。ホームラン打った渡来君を迎える番長の顔が、おいおいマジかよみたいな笑顔なの苦しいほど好きです。スター性がすごすぎる。こんなん絶対人気出るやん。とにかく怪我なく1年頑張れ。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。